霊感商法による被害防止などをめぐり、自民党は元2世信者から被害の実態についてヒアリングを行いました。子どもの本当にその経済的な虐待だったり、やっぱり宗教的虐待っていう部分、これがまさに今もその子どもたちの人生に関わることなので、そこをやっぱりしっかりと考えてほしいな、対応していただきたいっていうことを話しました。自民党のヒアリングに参加したのは、両親が旧統一教会の信者である小川さゆりさんで、高額の献金などによる被害を回復するための取消権を家族などにも認める重要性を強調しました。その上で、被害を助長し放置してきた国にはしっかりした対応を求めたいと述べました。